出るだろうかゴハロン東京。さあということで、いよいよチャンピオンズリーグベスト16運命のセカンドレグがやってまいりました。前回ファーストレグではアウェーゴール貴重な2点を奪ったものの、特に最後の失点いらなかったです。悪夢の4失点ということで、まずは絶対に2得点が必要な状況。ただアウェーゴール2ゴールあるので、2点差をつければかなりの確率で突破が見込めてきます。これはもう先制点前半の早い段階で奪わなければ道は開けてこないでしょう。絶対にベスト8、そして引き続き一部報道では優勝した場合ジアのプレーもあるかもって報道も出ていますので、その希望を信じて戦っていきましょう。それではコロンのチャンピオンズリーグ挑戦ベスト16セカンドレグをご覧ください。ファーストレグ見ましたけど、はい、失点シーンのあなたの動きひどかったですよ。はい、まずカーソル変えるタイミングちょっと遅すぎますね。前線は本当脅威なんで、相手は、はい、1対1はほぼ負けると思ってもいいぐらい、はい、しっかりカバーするってことを意識してください。はい、重要だよこういう練習も。 OK、 いいよ。いいね。よし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 、あかんあかん、よし、オッケー。いやーちょっと遅れたか。ナイス。やべ、ちょっと簡単行き過ぎた今。よし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 、いや言ってよ。あ、俺か、ごめんごめん、俺か今最後のだけよろしくなかった。そこもでもコメントでもやっぱりお互いあの辛い時、いやいや多い時じゃ励ましちゃった方が良いんじゃないでしょうかというコメント見てたんで。それは一件しかない。いやいや失礼でしょ、一件しかないって。じゃあ他の人はそうなんだよ、留守電みたいな言い方して。じゃあそれで盛り立てていきましょうってことです。じゃあ始まる。はい、とりあえず気抜いてる場合じゃないんですよ。赤コアロン、青ポンコツ、潰す。ホームチームのスタートイレブンです。ご覧ください、一般的な433ですね。ウィンギル選手が攻撃を活性化させます。こちらがバルセロナの先発メンバーです。今日はノーマルな。オフサイ。いやオフサイ。オフサイ。オフね。オフサイドの旗が上がっています。ちょっと言い出しますよ。ここに、はい。はい。ちょっといかなかったです。わ、ごめんごめんよ。橋本健人。上。いけるか？豊が中入ってるよ。いやさすがに強いな。切り替えて攻守の切り替え本当早くよ。カバーも来てる。東京の攻撃です。悪くないか？いやー東京行けます。こうやこうだ、こうやこうだ。外に来てるよ、あの子が。おいおい、切り替えてよ。シュートで終わんないときついぞ。オッケー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 。ごめん、いやーごめんごめんごめん。落ち着いて下げてもいいよ。うん、かなり気持ちも含め前がかりになってる。取れる。オッケー。だが。オッケー。いやそれはオッケーオッケーじゃねえよ。FC バルセロナのアドバンテージを見ています。プレーが軽いですね。ちょ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 。スワレス、鋭い読みでカット。オッケー。ちょっと一回ブラで。梶山陽平。ああごめん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 。いいカットです。パス取られる。ボールを奪いました。スワレス。いやぶね。ああごめんごめん。よくパスマジ気をつけよ。あとは歩かせる。ディフェンスの対応が光ります。カウンターのチャンスです。いやーごめん、危ねえ。どうぞ。ウタカ、いいパスだ。いやーごめん、うん、弾いた。
取れるか。いやあ。オッケーナイス。ごめん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 。ボタンを押しちゃった。ちょっとダメ。ここはドリブルで前に出ます。うまいパス。ごめんごめん、あのパスマジでごめん、あのパスほんとごめん。そうか、やっぱもっとあれ距離詰めるダメか、最後それ以前のあのパスがひどいわ。ごめん、前に前にって気持ちが、なんで後ろに出したんだ。ごめんごめん、前に前にで、あれじゃねえぞ。サイドへ、ごめんごめんごめん、笑い声いらねえから。ここをどう出ますか。いやあ、ボールを奪いました。それもうどうぞ。どう組み立てるか。中見て中見て、バルセロナが入ってきました。前ボール、いい形です。コーナーキックで続きます。ショートコーナーだ。スアレス、ディフェンスに奪われません。おっと、それはちょっとガチでもいいぞ、マジで。あの場面でこの相手いらないよ。この相手に、あの場面で近距離砲はいらないから、本当。近距離砲だからクリアでいいよ。リスク男じゃないから。いや、怖えからクリアだぞ。マジで言ってるけど。おい、危険な位置です。緊張感が増してきます。いやー、ちょっとシュートで終わろうぜ。おい、うーたちゃん、おー、いや、ごめん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 、ちょっとボーディー、はい、ミスですね。おい、ちょ、そう、転んでるから一回何しに出るよ、こっちも意味が分かんない、何を言ってんの。じゃあ一回これを体勢崩してんだよ。崩して、なんでそれ言ってんの。名前呼ぶのやめて、うたちゃんとか。そのビビるだろ、だから。そんなメンタル弱いんだよ、うたか。橋本健人、あーと合ってないな。デニス・スアレス、ファールを取りました。やめてよ、まず出てないよ。出るよ。ルカ・ディニュ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。パコ・アルカセル。あぶね。長井健介。どっち行く？あぶね。森重雅人。ほいほい。ちょっとどうした、さっきから。ホニーじゃねえよ、マジで。おいおいおい、ちょっと落ち着け、一個。ブスケツ、よし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 。ちょっとタイミングが合いませんでした。おい、橋本健人。いやー、どうしたんだ。小川亮也、FC東京が攻める。いやー、そこ、あ、お前もお前も、でもええだろ。違う違う、お前もじゃなくゴールに入ってたろ。今日遠近感が、ごめんごめん、あれだけど、でもそれでもお前のトラップを帳消しにすんなよ。帳消してなんだって、ぶつかってんだよ。戻してもいいぞ。さあ、揺さぶりをかけていく。どうすんの。中上がって。ここは中央の選手に。いやー、違う、今だから中疲れたからファー狙ったんだぜ。だからソファーもいたな。この選手がスアレスです。いやー、マジか。バルセロナの選手の動きが激しい。オッケー、それでいいんだよ。ルカ・ディニュ。おい、ブスケツ、セルジ・ロベルト、
ブスケツ、おい、キーパーが軽く抑えました。もうちょっと攻撃的にいかないと、3点必要だぞ。このポジションでいいのか。はい、ドキャドキャドキャ。後半は FC 東京のキックを、ちょっとちょっとちょっと、前どんどん上がってる。何してんの。ごめんごめん、いやその距離じゃきついな。箱は歩かせる。ルイス・スアレス、森重雅人、横へ展開。あー、高かったんだ今、3人目でサイドでのパスでしたが奪われてしまいました。プランですね。 OK、 マジか。いや、あぶねえ。ひどいシュートになりました。判断は良かったと思いますが、精度が低すぎます。ムロヤセイ、ウタカ、いい形でゴール前まで持って。いやー、ちょっと田辺ソータン、ムロヤセイ、きついなこれ。梶山陽平、おお、え、おっと、ん、おいおい、当たった。ちゃちゃちゃ、そのダイレクトで上がってもなんか大和シーコンテンツだな。今日は彼の誕生日のことです。小川亮へ、梶山陽平、おっと、ヌロヤセ、いやー、来た、危ない。ウタカ、素晴らしいパス。よーし、よし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 、すぐ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 、ごめんごめん、戻って戻って、あ、アウリツアウリツ、いい、ごめんごめんごめん、間違えた間違えた、アウリツじゃないっけ、アウリツでゴールに、ゴールに行かないと、ごめんごめんごめん、ほんと戻れ。シュートはディフェンダーに当たってコースが変わりました。これはどうしようもないですね。ブロックしようとしたんでしょうが、どうしてよかった。低弾道しないっぱい正解だ。よしたよしたー。 FC 東京が選手を交代します。また行くぜ。さあ、またここからの連携、ここを潰すことができません。田辺壮太、あー、ごめん、サイドへ振る。さあ、味方も連動して、うたかに当てる、ダウン。いや、きついか。いやー、戻して戻してもいい、戻してもいい。ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。ごめん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 。いや、大久保よしと、よしよし、きついか。ピーター・ウタカ、田辺壮太、いやー、いや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 、ここはしっかりクリアされました。おっ、戻した方がいいよこれ。はい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 、おっと、危ねえ。大久保よしと、いや、そっちか。おいおいおい、いやー、鋭い読みでカット。おいよ、ダウンダウン、よーし、よしよしよし、ある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 よ、拾って拾って拾って、取って取って、おい、よし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 、これはある、本当にあるよ、助かってるぞこれ、インプレデター、よし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 、リアルいけるぞ、もう行ってもう行って、スワレス、サミエル・ユムティティ、トータルスコア4-3だよ、4-3じゃないよ、にボールが行く、タコは歩かせる、ちょちょちょ、いや、こういう後だよ、ごめんごめん、中の選手にクロスを、頼む、あぶね、いや、スタートしてる、このボールは叩きつけたかったですね、全然知られなかった、ちょっと
だ大丈夫これ。蹴って蹴って。ヨネルメッシです。おお強いなさすがに。おおかかかかか。積極的に飛び出しました。ボールを確保。おいおい。危ね。全然サイドじゃねえよ。最後に展開していきます。梶山陽平。ちょっと軽快にボールをコントロール。体が軽そうです。そうですね。スルーパスが味方に通る。痛い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 。よし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 。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。平尾か。ちょっと素晴らしい2ゴールです。ファールの大活躍。入るのはアンドレス・イニエスタです。よし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 。ちょっと攻撃しても普通にちょっと回しも、はい、ルイス・スアレス。こっからだよ。引き気味になったら当てられるからな。再び戻す。スアレスへのパスです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。長い健介。サイドチェンジしました。 FC 東京が攻める。いいクロスだ。スリーになっている。いやー、オッケーオッケー、いいよいいよ。救いました。今のは冷静な判断でした。コーナーから中へ、うん、いいボールでしたが、ここはいいよ、いいよ。田辺総監。おい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 、それ違う。ボールを失った。プランですね。よろしくよろしくよろしく。オッケーオッケーオッケー。一行戻すわ。森重正人。長い健介。パスをつなぐでしっかりとゲームをコントロールしているように思う。いやー、まあまあ、OK、さぬき、よく、よく、試合も終盤ですが、よっ、だけだ、このままなら、アウェーゴールの差で勝ち抜けですが、失点すると状況は一転します。ディフェンダーは前に上げないかもしれません。中に入れた、うん、ここははっきりクリアしたい。いやー、難しいですね、これは。長い健介。いいクロスを入れた。いやー、あーだだだだだだ。あわない感じの死になっちゃった。ナキティッチ。ちょっとこっからだぞ。よし。スティージを使って。東京の攻撃です。いやきついな。ちょっと豊かに出したかったね。そっちか。ジュジュジュタン。メッシ。よーしよしよ。いやー。おい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 。チャンスになるかもしれません。ほんとこやめろよ。ラストマジで、マジラストだ。ほんとにボールを大きく押し出します。おい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 いやー、アジスタの奇跡です。いや、よくやったわ。これは熱い。いや、平岡でしょ、今日のヒーローは。過去ゴアロン。いやいやいや、2点ともこちらの取ってるんですけど。なんでだろう。いや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 。3得点中2得点に絡む、3得点からの大活躍です。赤ソーラ。そうそう。失点がそもそも。だ失点はだごめんだけど、だそれを一応貯金できたからたまにはいいじゃん。今日はいいじゃん。豊かの決定機逃したわ。それはすみません。このいいクロスから最後を詰めた平岡、素晴らしい。平岡とゴール。平岡とゴール。
ヒラガトゴー、ヒラガトゴー。5対5、アウェイゴール数の多さで、なんとゴールの東京、ベスト8進出です。おめでとうございます。セカンドレグよくここまで盛り返しました。素晴らしい。いやー、これは本当によかった。ということで、ベスト8の相手どちらになるんでしょうか。いや。ということで、ベスト8で揃いました。まずはリバプール。そして、我らがゴアロン東京。そして、パリ・サンジェルマン。これはアトレティコですか？前も同じ間違いなんですけど。モナコか。どこかな、これ。ラシンサンタで。じゃあ、ちょっと教えて、教えて。セビージャです。セビージャと、が左の山で、そして、峯木の山がナポリ。バレンシア、そしてイベントスローマということで、8チーム中4チームがイタリア勢ということですか、これ。イタリア勢どれですか？え、だからナポリ、ユーベ、ローマ、ベティス。ベティスねえだ。あ、ベティスねえや。3チームか。はい。チームの3がイタリア。これどこですか、結局。わかんなくなっちゃった。パニック、ごめん。パニックとかじゃねえな。スペイン勢が2チーム、そしてあとはプレミア、ジャパン、そしてパリという違うフランスという状況です。さあ、続いての相手はリバプール。試合前のゆるねば対決もあるんでしょうか。よく勝ちました。今日は良かったぞ、ゴアロン。みんな拍手ありがとう。それでは次の試合、リバプール戦に期待しましょう。引き続き、皆さんの、優勝できる順位上がるんじゃないかという変更報道の方もよろしくお願いします。さよなら。チャンネル登録、ラララララララ、ゴアロン東京、ラララララララ、チャンネル登録、ラララララララ。